南部町立万沢中学校は山梨県南駒郡南部町万沢にかつて存在した公立中学校。2011年3月に周辺校との統合により並行した。万沢中学校は当初万沢村立の中学校として戦後間もない1947年4月に開校した。開校当初は白大地区ではなく越市渡る地区に位置していた。 1955年2月に万沢村が深川村と合併し富沢町となったため富沢町立へ移行その後2003年に富沢町は南部町と合併し南部町立万沢中学校へと名称が変わっている生徒数は減少していたが廃校の是非は現状維持とされたしかし生徒数減少に歯止めがかからず2011年3月 64年の歴史を残して、府、川中学校、南部中学校と共に新設開校の南部中学校に統合され閉校した。佐野伊太郎沖縄が中心となり、明治時代に植林した高遊林の白鳥さんが、万沢中学校の校舎建設や運営等に貢献した。この中学校は、地元住民の尽力の末になり立っている。 閉校後はしばらく施設は維持されたが2013年頃より校舎の解体が始まり、跡地は南部町営の賃貸集合アパート、グリーンハイツ富士見となっている。一方、プールや体育館などは維持され、民間への貸し出しが行われている。統合校新設後の万沢中学校在校生や万沢地区在住の中学生は、牧合地区にある南部中学校へ、 スクールバスで通学している。山梨県南小郡南部町万沢4230。ありがとうございます。